おはようございます。もしもです。今回はですね、チャンピオンコラボ交換購入解説簡単にやっていこうかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まあとは言ってもね、今回まあ交換できるキャラがまあほぼいないので、まあちょっとね動画短くなっちゃうかもしれないですけど、まあよかったら最後まで見てってください。さあまずメダルで取れるキャラ5枚と3枚がありますね。さあまず上から坂道のママチャリで、覚醒はキドロ教に各耐性が1つずつで、スキルが最速13ターンでロック解除からの2ヘイスト、いや無課金武器集がすごいですね。まあロック解除からの2ターンヘイストはまあまあ面白いので、まあこれはねぜひ周回してゲットしてあげてください。さあ続いてコラボチャンピオン、まあ、これは封印耐性2つに指に毒耐性、まあ、封印耐性2つ持ちの武器あんまりないよって人はまあ1体持っておくといいかも。で虎鉄、いや浦安鉄筋家族とかもクソ懐かしいですよね。いやなんかねめちゃくちゃ独特な絵柄で、いや当時読んでましたね。まあ、このキャラねスキルが5ターンで十字ドロップ1つ生成なんで、まあ、結構面白い使い方はできそう。まあ、メダルも3枚だしね比較的取りやすいですね。まあ、これもね時間に余裕があれば取ってあげてください。で続いてなんとねこのコラボ1体しか交換できないですよね。なんかバキとかね交換できても、あとブラックジャックか、あとキューティーハニーとかもいますよね。いやその辺も交換できていいんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか裕次郎しかいないんですよね。さあ性能早速見ていきましょう。さあ聴覚性はこんな感じ。雲テープスキブプラス7し、まあ、進化前はそんなに使い道は多くないかな。まあ、スキルがね9ターンで3ターンの間5コンボ加算、まあ、この5コンボ加算とね5倍円波、これがねちょっと面白い感じはしますけど、まあ、現状使い道はそんなにないかなって感じです。まあ、もしかしたら周回ランダムで輝く場面があるかもしれないですけど、まあ、攻略ではそんなにないかな。さあ続いて進化後地上最強の生物ハンマユージロー、いやいいっすねバキ。いや自分ね最強死刑周辺だけなぜか見たんですけど、いやめちゃくちゃ面白かったですね。驚いたね坊や、くしくも同じ構えだ。全然似てない全然似てねえ。でまあこんな茶番は置いといて、まあスキルこれ据え置きですね。まあなんでまあさっきも言った通り、まあそんなに攻略では使えないかなって感じです。まあただこっちの携帯は無効貫通ができますね。まああと最大スキブロックインできたりね。まあそんな最強っていうほどの性能ではないかな。さあ続いて転生進化、これ聴覚性変わってますね。体力キラー攻撃キラー 50% 以上強化無効貫通、まあ無効貫3つに 50% 以上強化、まあ最大4つ持ちということで、まあ無効貫1コンボの火力は相当出せそうですね。まあ普通に42億とか出るんじゃないかな。なんか最後にチャンピオンズコラボを来たの1年前とかですよね。なその時はなんか裕次郎の火力がすごすぎるみたいな、なんかみんなそういうタイトルで裏柱に言ってた記憶がありますね。いや懐かしいな。まあこのキャラね、まあもちろん無効貫通火力もね高いんですけど、まあなんといってもこの1000万ブレスですよね。なんか裕次郎実装された時はなんかねこういうスキル増えていくのかなと思ったら、なんかこいつしかいないですね結局。まあすごい簡単なダンジョンだったら、まあこいつを撃つだけでまあ周回できるっていうね、まあ、周回性能がねゴリゴリに高いキャラになってます。まあ現状ではね代用不可のキャラになってるんで、まあこれは取っておいた方がいいかも。さあ続いて裕次郎の武器その1ですね。いやこの武器もめちゃくちゃ強いですね。まあ最近使われてるところはまあそんなに多くは見ないですけど、まあ一昔前は結構ね変身キャラの上とかが割と使われてるの見ましたね。まあ普通に回復力の足しにもなるし、まあバインド耐性持ってるしね。まあ覚醒は結構優秀なんじゃないですかね。でスキル競うな持ち味を生かせ、13ターン全ドロップのロックを解除し火と闇に喧嘩、全ドロップを強化、最下段横一列を回復ドロップに変化、覚醒無効状態を全回復と、まああえて貯めて使うようなスキルではないかな。で裕次郎の単行本、これ新しく出たやつですよね。HP15% 漏れて、烈強2つ漏れますと。で、スキルが16ターン、まあ、若干重いような気もしますけど、まあ一応ね、3ターン遅延に1ターンの間自分の攻撃力が10倍。やっぱね、チーム HP 強化を漏れる武器は、まあ、非常に優秀ですよね。これはぜひ、虎杖真人とかで使いたいな。はい、というわけで、ハンマー裕次郎、まあ交換は結構おすすめですね。まあ周回とかね、ランダンとか、まああんまりやらないよって人も、まあ1体持っておくとね、いつか使う場面があると思います。まあ武器とかね、本体とか、まあどっちも強いから、まあ普通に、ね、使い道はありそうですよね。さあ、続いて確定購入枠、烈海王からいきましょう。聴覚性はこんな感じ。スキブプラスに指に、これは烈強ですね。もう烈強の数がすごい。聴覚性込みで最大8個にできますね。まあ、こんなにいらないかな。スキル、私は一向に構わん。これ名言ですよね。7ターンでドロップのロックを解除し、火と光ドロップを水に変化、覚醒無効状態を全回復。え、なんか俺これ進化スキルになるのかなと思ったんですけど、なんか予想外れましたね。まあ、この形態はそんなに強くないかな。まあ、一応76スターターになりますけど、現状はそんなに必要とされてないような。さあ、続いて究極進化の烈海王、まあ、これも尖ってるんですよね。まあ、聴覚性は変わらずと。無効貫5つ。ただね、最近無効貫通複数持ちのキャラって、まあ、そんなにね攻略では重要ないので、まあ、使われるんだったらまあランダンとかかな。まあ、無効貫1コンボの火力が結構出るんで、まあ、攻略とはまた違った使い道はありそう。で今回からね新しく出た転生進化と、まあ、これ聴覚性変わってます。暗闇耐性に 2way に水のコンボ強化ですね。さあ覚醒が 10c に way 3つで、水のたこ焼きが3つ、まあ、最大4つにできますね。なんかこれ水版のデイトナが出たら、まあ、すごい必須サブになりそうですよね。まあ、スキルもね6ターン
なんでダメージ無効貫通持ちということで、いや、デイトナが水属性だったら、まあ、すごい相性が良かったんですけどね。まあ、現状ね、水で 2way はしないので、まあ、この形態の現状評価はそんなに高くないかな。まあ、ただね、今後、まあ、それこそね、水版デイトナとか、まあ、出ないと思うんですけど、まあ、そういうキャラが出ると、まあ、評価がね、一気に変わってきますね。まあ、面白いからね、一体作ってみてもいいかも。はい、レッツ海洋武器ですね。テープに泥鏡4つ。で、スキルが13ターンで2ターンの間落ち込んだし、ダメージ無効貫通。両端縦1列を水ドロップに変化。まあまあ、優秀ですね。まあ、本体で使わないようであれば、まあ、ぜひね、この武器を作ってあげてください。はい、というわけで、レッツ海洋。まあ、購入はそんなにお勧めできないかな。まあ、結構ね、尖ってて面白いキャラなんですけど、まあ、ガチャで出たらラッキーぐらいで考えておくのがいいんじゃないでしょうか。まあ、レッツ海洋はね、結構ね、ファンも多いと思うんで、まあ、レッツ海洋好きな人はぜひね、買ってあげてください。まあ、俺もね、実は前回買って、まあ、今回ね、無料ガチャで出ましたね。まあ、ちょっとね、被っちゃったんですけど、まあ、私は一向に構わんと。はい。さあ、気を取り直して確定購入枠2体目、牧島祐介いきましょう。聴覚性はこんな感じ。スキブプラスにバランスキラー。で、お邪魔耐性プラスに無効貫通。まあ、火力はそんなに出ないかな。まあ、スキル2ターンチェーンなんで、まあ、最大でスキブ6って見方もできるかもしれないですね。で、究極進化、聴覚性は変わらず。さあ、これもね、スキルが据え置きなんで、まあ、こっちはね、最大スキブ8って見方もできるかもしれないですね。まあ、ただ、こっちの形態もそんなに火力が出るわけでもないので、まあ、結構ね、出た当初はスキブ枠として使われてたんですけど、まあ、今となってはそんなに使われないかなって感じです。まあ、この7コンが1個ね、10コンだったら、ま、結構良かったんですけどね。さあ、ロードレーサー。まあ、この武器もそうでもないかな。まあ、スキルをね、わざわざ植えためて使うってこともあんまりないと思うんで、まあ、単純に指盛り。うん、あんまり使い道は思い浮かばないですね。まあ、ただね、この武器は結構面白くて、十字にチーム HP 強化2つ。まあ、ルドランの武器にちょっと似てますよね。多分2体目かな。まあ、スキルもね、3ターンダメージ半減ということで、まあまあ悪くはないですよね。まあ、ルドラ武器持ってなくて、まあ、こういう覚醒欲しかったよって人は、まあ、ちょっとね、色は違いますけど、まあ、一応ね、マキシマ確定で買えるんで、まあ、そういう人はぜひね、1体買ってみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、特に魅力を感じなければ、まあ、全然スルーで良さそう。で、購入枠最後、渋川豪樹ですね。さあ、聴覚性はこんな感じ。無効貫雲耐性スキブプラスと。で、覚醒が 10C2 つに列3つ。で、スキル、進化スキルになってますね。で、8ターンで自分以外の味方スキルが1ターン貯まる。ランダムで気ドロップを6個生成。スキルが進化と。さあ、進化すると、生きがい奪ってくれるなや、ターン4。1ターンの間、操作時間と回復記録が2倍。で、ロック解除からの木を6個生成。まあ、スキル内容非常に優秀ですよね。まあ、ノーチラスとね、結構相性良さそうかなって思いきや、まあ、結構10コンボ出すのがね、しんどいので、まあ、この 10C2 つが、ま、生かされない場面も、まあ、もしかしたらね、多くあるかもしれないですね。まあ、ただね、スキル強いんで、まあ、全然サブに入れるのはいいと思うんですけど、まあ、いかんせんにやっぱ2コンボ加算が弱いんで、まあ、そこですよね。で、究極進化の渋川豪樹。はい、聴覚性は変わらずですね。最大で無効貫が、これは6個持ちにできますね。で、スキルは据え置きと。まあ、でもやっぱ無効貫できっちり42億出していけるんで、まあ、こっちの形態もこっちの形態で非常に強いと思います。で、渋川豪樹のメガネ。L 字にチーム HP 強化2つ。で、スキルが3ターンの間属性吸収を無効化。3ターンの間回復力と既属性の攻撃力が3倍。まあ、この覚醒でこのスキルなんで、まあ、結構優秀ですよね。まあ、余ったらぜひ作ってあげてください。で、最後、単行本ですね。L 字に列強が4つと。これ覚醒非常に強いですね。まあ、そんなに使用頻度多くないかもしれないですけど、まあ、ノーチラスのアシストとかで、まあ、結構いいんじゃないでしょうか。はい、というわけで渋川豪樹、まあ、購入は結構おすすめですね。まあ、現状使われなくても、まあ、今後に使われていく可能性があるって意味では、まあ、なかなか魅力的なキャラなんじゃないかなと思います。まあ、武器もどっちもまあまあ強いですね。はい、続いてモンスター購入のキャラ見ていきましょう。はい、まず御堂筋。これ横の列だったらまあまあ強かったですね。まあ、単行本も大したことはないかな。いらないと思います。で、東堂陣八。まあ水と光の横一列生成なんで、まあ、使い道はあるかも。ただ50万モンボ高いですよね。まあ、武器もまあまあスキル強いですね。まあ、余裕があれば一体買ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、まとめると、まあ、この辺のね、メダルキャラは、ま、ぜひね、取ってあげてください。まあ、さっきも言ったんですけども、浦安鉄筋家族めちゃくちゃ懐かしかったな。で、ハンマユージロー。まあ、余裕がある人は、ま、3体から5体ぐらい持っておくといいかも。まあ、あんまりね、周回ランダーに興味がない人も、まあ、1体持っておくと、ま、いろんな形態で使い道があるんで、まあ、輝く場面はありそう。まあ、交換は結構おすすめですね。まあ、確定購入枠は、ま、渋川豪樹が一番おすすめですね。まあ、とにかくスキルが優秀ですよね。まあ、モンスター購入はどっちもね、別にいらないんですけど、まあ、東堂はちょっと面白い性能してますね。まあ、でもね、高いんでやっぱいらないかな。はい、もうね、バキ30周年ということで、もうバキのキャラがたくさん出てきましたね。そっか、30年か。まあ、最強死刑周辺しか見てないんで、まあ、その前とかね、その後とかちょっと見てみようかなと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしていってください。バイチャ!アディオス!